どうも、えっちゃんです。はい、今回はバナナ彫刻を今回チャレンジしてみたいと思います。今回はこのバナナに進撃の巨人の巨人を彫ってみたいと思います。材料はバナナと楊枝だけです。では早速やってみたいと思います。バナナの皮を剥きます。この反り返ってる側に顔を描きたいと思います。ここら辺に顔を作りたいと思います。まあざっくりとした高さ調整が終わりました。次は目のところをやっていきたいと思います。ちょっと薄い顔ができました。原型ができてきたのではないでしょうか。このままね、首の後ろとか鼻とか目のあたりをガリガリ削っていきます。だん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 ちょっと巨人っぽくなってきたんじゃないですか。順調ですよ、いきますよ。なんとなくわかるかな。よし、このままいくぞ。もうかれこれだいぶやってるんですけど、もう完成いたします。まずこの口、目、頭、またね横もきちんと、耳もあって、ちょっと筋肉のラインあるの見えます？首もしっかり筋まで作ってあります。もうこれは壁壊せちゃいますよ。いやー、頑張りました。進撃のバナナ完成ということで、皆さんもね、これ結構難しいですよ。難しいんですけど、すっごい楽しいです。これね、多分ね、他のキャラクターとか人でもできると思いますんで、試してみてください。それでは皆さん、これね、いいなと思ったらいいね、高評価、チャンネル登録お願いします。ということで皆さん、またねー。ふぅ、撮影終わり。お腹すいたな。うん、うまい。